エブリバディ、あの松ボンズこと松岡勝です、こんばんは。ね、あの今日は、サムピックについてということで、あの、まあ、私が普段使っている、まあ、あのピンクのこうピックでやったんですけど、あの1曲目ね、あの今、最初にちょっと弾いたのがね、あのちょっとサムピックも久々で引っかかってうまく弾けなかったけど、あのビッグビルブルーニーのね、あのヘイヘイというね、あのエリック・クラプトンの、ライブでも有名な、まあ、曲なんですけど、このビッグビルブルーニー、これね、いけるかなね、ビッグビルブルーニーね、アルバムね。でその中に入ってる、まあ、ヘイヘイという曲なんですが、実際僕今あのサムピックでこうやって弾きましたよね。でやっぱこれの、あの大きなやっぱ特徴は音が大きく出るということなんだけど、親指だけこれつけてると、で、他の指はつけてないということは、おのずと親指の音が大きくなってしまうと。指で弾く音よりも指はなんぼね、大きく弾いてもこのぐらいね、親指はここまで音量上がる。だからもう一回同じ曲を指で弾いてみますね。ビッグビルブルージン のビデオを見ましたら、ビッグビルブルージンはあの指で弾いてても、あの爪でも弾いてないね、もうあのこの右で弾いてるわけね、爪で弾いていない、右で弾いてる、だけど力強い音が出てるね。あのいろいろ、まあちょっと今日はね、そのサムピックを使って弾いてる人の名手と、やっぱりサムピックどういう時にやっぱり使ったら効果的かというね、いうのをちょっと短い時間ですけど少しでもお話しできればと思っております。さっきのまあビッグビルブルージンね、このビッグビルブルージンにおいてはあの指で弾いてると。僕サムピックでさっき弾きましたけど、やっぱり指で弾いた方があのしっくりきてると。でいろいろね、このアルバムとか見ればあれですけど、私の大大好きなこのね、ブラインドブレイク、ブラインドブレイクもあの音聞いていただいたら分かりますけど、あの指で弾いててなおかつ爪を使っていない、このもう右だけで弾いてる。でやっぱり特徴ですね、あの黒人の方、うん、やっぱりそうなんかな、やっぱまず手が大きいのと指の肉厚がすごい、まあ、日本人のようなこういうどっちかといえば繊細な指先してないですよね。まあ言えばもう指がもうカチカチになってる、指先がね。そういう中でこうブラインドブレイク、これ写真見ていただいてもまあ分かるかな、指で弾いてるよね、明らかに指で弾いてるね。まあもちろん当時サムピックというそういうのも出てなかったのもあるでしょうけど、まああの書物によると、あの当時 あのパーティーとかでよくこう伴奏してたということなんで、やっぱり大きい音をあの望んでるのは間違いない。それとやっぱりあのベースが強いね、あの音楽音をこう、もう指がもうとにかく多分僕の2倍ぐらいあるんと思いますわ、全てね。それでこう弾いてるような音だけど、まあ、サムピックというのは非常にあのちょうどまあ、カントリーミュージック、まあ、ブルーグラスとかいうね、実際は2年ぐらいがピークやったらしいですけど、まあ、ロカビリーとかもそうだし、まあ、2年とかね、まあ、非常に短いスパンだけど未だにその影響を、与えて、やっぱりね、今のこう音楽シーンにもかなり影響を与えてるジャンル、まあ、僕もあのサムピック見えるかな、いろいろ他にもあったんでしょうけどね、ちょっと今パッと見たらこのぐらいの種類のピック、ハムピックをね、
いろいろ自分でこう弾いて、今私はまあこのやつが気に入ってるんだけど、いろいろこれはあの鉄でできてる、これ鉄でできてますね、これね。それで、ちょっとギターを置いてしますけど、まあ、さっき言いましたあのカントリーミュージックの中でよくアメリカ民謡というね、大学でもクラブがアメリカ民謡アメミンとか言ってね、私 の, 母校の大学もアメミンというのがあってね、アメリカ民謡、何をするかといったらこのジャンル、ブルーグラスというジャンルね、1948年から59年までのこう CD が入ってるやつなんですけど、これ写真アップいけるかな、親指を映ればいいね、親指にね、映るかな、これちょっと小さいね、ちょっと大きいんだそうか、これまあこっちバンジョーいうね楽器、親指見えるかな、白いサムピックつけとうね、これね、結構ね親指、まあ隠してるかどうかつけてるはずやね、これ親指ね、うん、あとこれぐらいかな、うん、あこの CD が分かりやすいかな、これどうかいけるか、親指映った、ここサムピックつけとうね、これ黒つけとうかな、バンジョーは白つけてるかな、であとマンドリンも従来 の, お尻というか後ろが大きいマンドリンじゃなくて薄いマンドリン、フラットマンドリンとかいうねマンドリンを使って、であとウッドベースね、であとこの、ね、フォークギターで、まあこういう、まあ、スチールギターね、でそういう形 の, まあ構成でずっとこう全国回ってやっていくと、神戸にもね、私が高校の時はよく行ってたロストシティいうねライブハウスが、ブルーグラス専門のライブハウスがあってね、そこではもう毎日毎晩、ブルーグラスを演奏しててよく行ったんですけどね、もう今もうだいぶ前にねオーナーさんがちょっと辞めはって、それ以降はないんですけどね、でこれ続けてこいつ、これも私の大好きなねマール・トラビス、このマール・トラビスというのが、まあ、すごい人で、この人のやっぱり影響が一番大きいですね、癖なんかな、これ親指だけポケット入れとるよね、なんかね親指だけ、右手の親指だけ、マール・トラビスはもうねほらこれついとうかな、つるかな、映っとうかな、いける、こうかな、映った親指、ここいけた、うん、ビデオカメラズーム便利やな、やっぱりな、うん、これほら生きた、映った、うん、これもこれいけとうかな、うん、ちょっと待ってよ、これなんかごっついな、これわかるな、どう
どう？これぐらい？これ映った親指ちゃんと。これサムピックつけとうな。ねえ、カウボーイかぶってね。うん。だからマール・トラビスについてちょっとだけねご説明。マール・トラビスが当時やってた、まあ、音楽をが、まあ、ロカビリーとかの方に進んで、でまあね、有名なエルビスなどもね影響を受けてこうやって、だからマール・トラビスは白人だけど、あのブルースもね結構やっててね、していろいろな、まあ、ギターのそういった奏法、トラビスピッキングとかねいうような言い方もいまだにこう残っているというような形ね。そうね、こうやって弾くね。マールトラビスね。だからこれでやる場合はベース音、コード、ベースとコードでメロディー。やっぱこうミュートすること多いね、ここで ね、例えば十分ね、これ ピッキングの音が大きいからミュートしてもね音が結構大きい。これを爪で指で弾いたら音が小さいね。やっぱりこのこれでミュートして、だからミュートするの、トラビスのやっぱりあのこれ特徴的な、すごいまあ未だに彼以上には弾ける人見たことないんだけど、その馬が走る、ここ3年走る、それをまあピッキング、ギターのピッキングにやって、あのギャロッピングいう弾き方ね、ここでね、ツーフィンガーで、マール・トラビスの場合はあのベースの音をだいたい1音よりも2音ぐらい弾く場合ね、同時に。で、あとそのマール・トラビス あのお弟子さんというか影響を受けた、あのチェット・アトキンス、チェット・アトキンスはね、まあ、前も言いましたけど、息子さんの名前もあのマールという名前つけてますね。それほどやっぱり尊敬してたというか、自分の子供にマールをつけてる。あとあのドク・ワトソンねもう同じくこうサムピック使ってる、ねね、チェット・アトキンスの場合はベース音が1音多い、ちょっとこれあのこの2本使うね、チェット・アトキンスね、うん、ところどころに。マール・トラビスはもう2人で複数ミン、ちょっとベースが複数、あとあのよくジャズでピック使ってんのかな、あの、スタッフいうね、あのジャズのとかフュージョンやってコーネル・ジョップリンなんかこれ使ってる、つまりこれとこれで、例えばこれで弾くよりもピックで、ピックでこう弾くね、ピックで弾く、こうやって弾くんじゃなくて上下に弾くんじゃなくて、人差し指と交互で、こうやって
近はあの日本ではあの、あの源哲也先生、私のねあの敬愛するあの源哲也先生はあのサムピック使い出しましたね、2年ぐらい前からですかね。サムピックを今あの使ってあの弾いてありますね、だからこういう使い方、トレモノみたいな、そういうのにこう使ってすごい便利。だからまあサムピックというのは一つやっぱ音を大きくね、こう出していくというのと、このミュートした時、割と激しいのするときはあの親指でやった場合はどうしても手がこうなってくる。親指で弾く場合こうなりますよね。こうではこう爪当たらないから弾けないね、これこうなる。いうことはこのミュートしては弾けないわけね。これでミュートせえても ここだけミュート無理ですよ、これね。わかるかな意味ね。これミュートしようもどうしてもこうなる。ほんだらこう弾くとどうしてもこいつが言っているわけだ、これ。だからその、まあ、楽曲とかその大きい音出したいとかそういうのでこう自動的に、まあ、自然的にそういうピックが生まれてきたんじゃないかと。まあ歴史とか分かんないけど、どうやろね、多分100年もないと思いますね、まだね。まだ40年の歴史じゃないかな、このさっきの1948年。マール・トレウスも1940年代の人やからね、80年、60年、70年、80年ぐらいの、ね、だからこれいうのは非常にね、その持つピックと違ってね、ピックによってもう全然ニュアンス違うからね、少し練習怠けたら、僕みたいに練習しない人間はすぐにもうね、うまく音が出なくなる。ある程度練習したらもうこのピックしかいい音出ない。ピック変えたらまたこれニュアンス違う。ということでこれね、いろいろこうピック、これ鉄のピック、これは主にあのバンジョーとかねいうのにこう使って、こう鉄のピックになってきますね。だからまあギタリストでもこう僕らも直接本人とはね、直接本人と会ったことないんであれですけど、これゲブランド・デイリーね、ゲイリー・デイビスだよね。ゲイリー・デイビスはあのバンジョー このピックを使ってるはずなんですよ。これギブソンのねいい音でやってますけど、この人もツーフィンガーでいく、親指と人差し指両方にあのつけてるの分かるかな。これ明らかに音聞けば分かるけど、明らかに鉄のピックの強力な音で弾いてるね、これね。ゲイリー・デイビスもあの盲目で牧師の関係だったかな、牧師になったんかな、なんか、後年牧師にこの感じ。これね、これ親指がねスポスポなんですよ、日本人のあれには。おそらくあのね、黒人とか外人用のピックあまり売ってないけど、これ鉄のこんな作りになったね。これ先っちょちょっと曲げてるね、これ。わかるかな、なんとなく、なんとなくわかればな、ね、これ鉄のピックね。で日本でもいろいろサムピックで、これ内田時雄さん言うてね、アコースギターの第一人者で、あのご自分でこうピック開発して調整ができる、ちょっとこうシリコンかなんかできてるような感じのね、すごいこうペラペラなピックですわ。でここでこうサイズを調整、やっぱりこう女性もいろんな指の人が、これはね非常に抜けにくい、外れにくいですね、外れにくい。ただすごいこう音も柔らかい、ね、こういうピック。で、あとどんなんがあるかといったら、まあ、案外サムピックは普通のピック比べてね数が出ないかどうかあれやけど、ちょっと値段高めやけどね、あのこんなピック、これ先っちょとんがってるようなやつね。これなんかは割とどうやろうな、メロディー伴奏で弾くのにはもうちょっとあれかもだよな。こういう透明ピック、
ほんでこれあの鉄鋼風な。これはすごい柔らかい、これほらここも、つまりこうすぐに抜けるね、これやったら奥の方に差しとかないと、どっちか言ったら、うん、女性なんか逆にいいか分からんな。 これもすごい柔らかい、ぐにゃぐにゃやね、これほらぐにゃぐにゃやな。でこうまあ白のねちょっと固めのピックというのだから、まあ実際ね、以前爪の話もさせていただいたと思うんだけど、あのピックとかによっても全然音が違ってくる。音ちょっとこっちゃいますよね、ちょっと丸いかな。ベースをね、だいたい交互に弾く場が多いから、交互に。だからこの長さ、でこの幅太い方が、どういうかな、音が分厚くなるね。この幅が太い方が音が分厚くなる。でこの長さが、長い方が、まあ、ちょっと操作はあれだけど、その割とあの単音を弾くには持ってこいね。いっぺんに2つ3つ弾くときはあんまり長ない方が弾きやすいのは弾きやすいです、ね、だけどね、あの本当だからあのこのタッチが全然違うんで、慣れでしょうね。だからある人はこれをヤスリで削るとかいう人もいますよね。サムピック自分に一番あった形でこう削ったり、うん、だからそのエレキギターで、マールトラベスね、さっき言ったマールトラベスなんか後年はもうエレキギターで、フルアコかな、フルアコのエレキギターで、CD をこうよく、うん、CD 当時の言えばレコードを出してた。だけど、割とあの柔らかいこうサムピック、あのエレキギターなんで弦もちょっと柔らかいですよね、アコースギターに比べてね。でそういう形でこう、うん、もうね、後年のこのギターのやつはもう YouTube にも最近上がってるんですけど、すごくね、あの名盤が多いんで、こう聞いていただけ、本当に一人でやってるんかな思うぐらいのやつをやってますね。うん、だからまあ今どうな、今は若い子でサムピック使ってフォークギター弾いててあんまり見ないね。どうですか見ないね、うん、あのだからいろんなやっぱりそのレコーディングもそうだし、あのまあマイクのレベルも上がってきてるから、あの大きな音でまずやる必要がない。これはボーカルもそうですね。最近あのささやきみたいな声でも十分レコードとなってね、こう流れたりしてますけど、小さい声でこう喋る、教えていただきました。ほらこれね。うん、これもうね、ほとんどもう、ね、もう弾かずにね、何十年置いてるやつもありますね、これね。うん、まあ、本当にね、あの楽器屋さん行って、まあね、自分でやっぱ新しいそういう音楽ね、今ね特にどうでしょうかね。やっぱりアコースティックの楽器が結構、まあ、コロナの影響もあるんでしょうかね、まあ、家で弾いてもあまり、隣の部屋にも聞こえないということで、アコースティックね、あのギターとかウクレレとかがね結構、この間も本屋さん行って、あの楽譜
のについてお聞きしてたら、そういうのが最近売れてると、アコースティック楽器 の楽譜がよく売れてると言ってましたね。ウクレレなんかもよく売れてるらしいですね、うん、だからまあいろいろね、本当こう、ね、これどれがいいとかいうのは本当好みだと思いますね。だからまあまあ、今回サムピックね、歴代のサムピックの名手、このマール・トラビスからね、ブルーグラス、まあ、ブルーグラスといえばバンジョーね。バンジョーももともと音を大きくするためにああいった形で作られたみたいですね。もうすごくバンジョーの音って大きいですから、このね、この丸いやつね。バンジョー楽器はでも売ってるの見るけど、弾いてる人見ないなね。まあ、逆に言えば繊細な音はすごい出にくい、うん、音大きいけどその繊細な、やっぱりギター、特にナイロンギターの繊細さのああいった音にはやっぱり勝てないですね。だけど迫力のあるパーティーとか、こう元気のあるサウンドは十分こうバンジョーで、いけてきますね。だからバンジョーなんかはもうさっき の鉄の、サムピックとね、人差し指もつけますね。それでこうバンジョー3本つけますかね、通常ね。ここ3つでいく場合はね、バンジョーね。そういった形で、今日はお話しさせていただきました。このチャンネルもちょうどね、1ヶ月、になるんですけどね、いろいろご意見とかね、少しずつね、動画にもアップ、この後を動画に編集してね、動画にもアップしております。ニコニコ動画と、YouTube の方には今アップしております。でいろいろ少しでもね、やっぱりこう音楽を長年携わっている私のね、まあ、先輩などもいろいろ参加していただいてますんで、いろいろこうご質問とかねあればぜひ、動画だったらそうか、コメントやな、動画はコメントに書いていただいて、生放送はそのままのコメントで、書いていただいたらお答えできる範囲は、させています。今日はちょっとスマホを出してないんでちょっとコメント見れないですけど、まだまだ少ないんでね、これからいろいろそういうコメント等あればその場で回答させていただきますんで、お願いします。次回来週の月曜日は同じように今度はフラットピッキングね、この三角の、まあ、ピッキング、フラットピッキング言うんかな、普通のピックやね、何にもないピックのについて、まあ、せっかくなんで、お話しできたらと思っております。明日はボイトレの、前田先生、前田秀弘先生のね、すごく丁寧で分かりやすいボイトレレッスンで、水曜日の白木さんがちょっとね今体調を崩されてて、1ヶ月ほどねちょっとお休みまず作曲もやられている三木明先生 の、 生徒さん交えてのね、講座を、来週の金曜日、それともう第4回目の金曜日に今させていただきます。ということで、長い間ありがとうございました。それでは今日ははい、お休み言うても早いな、まだな、うん、はい、ほんじゃねー。